アタプエルカは、スペインカスティーリアイレオン州ブルゴス県のムニシピオ。カルスト地形の広がるアタプエルカ山地の名前の由来にもなっている。一帯のカルスト地形には、グランドリーナのような洞窟がいくつもあり、ヨーロッパにおける最も初期の人類が残した、石器類なども発見されている。アタプエルカ山地ブレバの山道は、イベリア半島内陸部や他の大陸ヨーロッパをつなぐもので、 同時にエブロ川渓谷とデュエロ川渓谷の接点でもある。そうした交通の要衝として古代ローマ時代にはローマ街道の一部であったし中世にはサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一部でもあった。現在は高速道路が通っている。アタプエルカはカスティーラ王国のフェルナンド一世とその兄弟であるナバラ王国のガルシア五世が争ったアタプエルカの戦いの舞台にもなった。 人口は2010年時点20世紀後半に行われたいくつかの遺跡の発掘で、旧人類から青銅器時代のホモサピエンスサピエンスに至るまでの幅広い人類の生活の痕跡が発見されている。アタプエルカの遺跡の中でも最も有名なものは島でロスウェソスである。この遺跡はクエバマヨルにうがたれた深さ13メートルの穴の底にあり、 そこで発見された人骨は少なくとも更新予中期にあたる35万年前に遡る。ここで発見された人骨は多く、およそ30体の骨格を形成するもので、種別にはネアンデルタール人の直接の祖先にあたるほもハイデルベルゲンシスのものである。発掘者たちには、この穴に人骨が集中している事実は洞窟の住人たちによって埋葬行為が行われていた可能性があることを、 示唆する者も,もいる。他方で、これと対立する見解では、骨の密集の中に小さな骨が欠けていることを挙げて、自然の作用で穴に流れ込んだに過ぎないとしている。2007年6月には、アタプエルカの遺跡で調査に当たった、共同責任者のホセマリア・ベルムデス・デカストロによって、100万年以上前に道具を製造した人類の解剖学的痕跡が発表された。 アタプエルカの遺跡は2000年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネログリーンスパン スタンリー、ハウシンブルズ、ランゲージ、アンドインテリジェンスエボルブフロムアーリープライメーツツー。モダンヒューマン、pa. ISBN 零三零六八一四四九八、HTTP コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス。ID イコール七九三六軸アップアンド、ピコグラムイコール PA、ISBN 九百七十八から四から六二一ゼロ八九九五八。ありがとうございます。